ニノコトフアン・フランシスコ・マルティネス・モデストは、スペイン・アンダルシア州アルメリア県出身の元サッカー選手。ポジションは FW。スペイン・セグンダ・ディビシオンの歴代最多得点記録を保持している。1998から99シーズン、セグンダ・ディビシオン B に属していた、エルチェ CF からデビューした。2004から05シーズンは、セグンダ・ディビシオンで20得点した。 2006年夏に、レバンテ UD に移籍し、プリメーラディビシオンデビューした。2008年夏に、セーグンダディビシオンの CD、テネリフェに移籍すると、2008から09シーズンは、レアルサラゴソのエベルトンに1点差をつけて、得点王になり、3位でのプリメーラディビシオン昇格に、貢献した。2009から10シーズンは38試合すべてに、出場し、チーム内のフィールドプレイヤーでは、 最多の出場時間を誇った。シーズン中に2度の3試合連続ゴールを決めたほか、4月18日のヘタフェシ F 戦では、ハットトリックを達成し、リーグ戦で14得点を挙げて、得点ランキング上位につけた。26節の RCD s パニョール戦、37節の UD アルメリア戦と2度も、ロスタイムにゴールを決めるなど、プリメーラディビション残留のために奮闘したが、 19位で、西軍ダディビシオン降格が決まった。2021年6月8日、現役引退を表明した。ありがとうございます。